こんにちは、キーチャンネルでございます。はい、今日もサイバーとやっていきたいと思います。早速、メインストーリーを進めていきたいと思います。ウィスでね、今日はねボス戦といきますよ。昨日はスタミナが足りなくてできなかったんで、ちょっとね、やるんばやっていきたいと思います。おっと、ストーリー登場。仕方ない、ここはマインドコントロールで現実を見せてやるか。え、あれ、幻覚、あ、みんなカイドウくんが呼んでるの。あ、ちょっと待ってよカイドウくん。フメラさん来た。あれ、家で妹や弟たちが待ってるの。そうだ、早く帰らなきゃ。へー、すごい、マインドコントロールすげー。私だってもう昔とは違うんだから、言いながら両手いっぱいにお菓子抱え込んでる場合か。あー、でももったいない、こんなに素敵な食材が無限に存在するんだよって。かわいいね、涙を拭いて。さとっち、振り返らずに帰るのよ。帰るんかみ、帰っちゃう。不臭が、やばい、凶暴化した。しっかりして。あれのお出ましか、あれが出ちゃいますね。ちょっとね、野生カメラさんが出ちゃいますね。はい、行ってみましょう。調子こいて頑張ろう。調子こきながら頑張ります。最初誰が出る、お前か。みんなの人気者たかしくんか。お前なめんじゃねえぞ。行ったれー。うっそだろ、ちょ待ってよ。どうしようかな。まずここでしょ。で、ここを使うからの、ここだよ。ここ、いったれ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 。早いんだよね、なくなるのが。え、なんか来た、めっちゃ怖い。待って待って、そう、かわ、かわいかった、意外とかわいい。やば、かわ、え、ちょっと待って、かわいいんだけど、それいらない。うわ、いっぱい来た。何も言わん。ちょっと言ったらいけない言葉が出てきたので、ちょっと自重しましょう。佐伯くん頑張れって言っておくね。やばい、千代ちゃんが可愛くないよ。可愛くないよ千代ちゃん。可愛い千代ちゃんが中に入ってるから、うーん、悩みの種なんかな。そんな食べんでもいけっしょ。何言ってるか全然聞こえないんだよね、やってる私は。やってる私は何をね、みんなが走ってるのか全然聞こえないんだ実は。ごめんね。さあ、カイドウに地味に出すの忘れてたな。頑張ってみんな。負けるんばっばん。あ、もう勝つじゃん。やった。やったたたたた。勝った。え、ケーキもらったよ。やば。やばばっば。ケーキもらった。しかもなんか食べられてるケーキだけど。何なんだろう、このケーキ。あー、なんかあれか。宝物？佐伯くんすごい、さすが。私を目覚めさせるためにここまで来てくれるなんて。まさに私はドリームプリンセスってことかな。ってとこかな。何言ってんの、うが、うが、うが、う。皆さんが、おい、連れが何か伝えてるぞ。迷惑かけてごめん。罪滅ぼし、罪滅ぼしに何でもするよ。だって、なんでわかるん、なんでわかるん、それな。ね、佐伯くん、メラチサト、うが、う、う、あが、あがってなんで。あれあれ、私なんでこんな格好に。戻った、戻った、おかえりメラさん。あー、豪華な食材が見るも無残に。
ねえ、もう行こうよ。帰ったらまた食べ放題とか行こうって。食べ放題って。女に二言はない。嘘ついたら針千本だよって。おごってもらう気満々だな。さすがね。はあ、ここに家族で引っ越して食べるものには一生困らない生活ができると思ったんだけどな。それは無理だろ。こんな不気味なお菓子、在庫と借金抱えるだけだ。だって、またゼロからコツコツ貯めないとだね。あそこに500円玉落ちてない。拾うなよ。拾っちゃダメだよ、メルさん。ようやく解放。以上、ボス戦でした。勝ったからの、アレンの妄想世界。今日はボス戦だけにしておきます。また今度、アレンの妄想世界でお会いしましょう。ということで、キーチャンネル登録よろしくお願いします。